皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回も癒しの配送サイレン遊んでいきましょう。さあ今回はエピソード9の途中からスタート、チャプター4ですね。Please, please be all right. Oh, damn it. Looks like I have to buy a new pair after all. Well, that's one less thing for her to be mad about. What's this? How's it? Mine will go good. No! Beona Kibunda.サイが成功。終了条件、ベラモン炉の脱出、古文書の入手。まずはあいつを、ベラちゃんを救ってあげないといけない。これちょ待って、銃がねすごいやりにくいの本当に。他にはなんか飛んでる音がする。こいつか。あとはそこにもいる。だんだん慣れてきたな、銃も。うん、復活した。早えな、さすが黒人で。ベラを食堂から逃がす。このタイミングで降りていけばいいのか。さっきあの黒人は死んでなかったんだね多分。食堂から逃がす。どうなってんだ。まずはここ降りるからの、おっさんがそこに一人。食堂は最終的にこっちか。ここの背後のとこに連れてくれば OK。 食堂か。待って、上に危ない危ない危ない。あ、さらにいるな。一応とくか。弾はね多分これめちゃくちゃいっぱいあるんじゃないの、どうせ。だよね、50発。食堂、待って、ここね死人が確か一人いるはず。あのハンマー持ったやつ、いないのか。こっちだ。いないのか。おい。2階だよね。待って。あ、これ急がないとダメなんだ。警官が多分向かってんですね、この食堂に。でもいるんだよね、そこに。羽とかね。羽はまあ置いといて、こいつか。よし。そいつをやっとこう。これで出ておいで。あれ、どこ行った。え、まだ来てないんかい。どこだ。多分こっちに行ったぞ。あぶね。多分こっちにいると思う。どこだ。あ、待って、 なんでこれ主観で移動できるようになったの。え、何これ。
もう何なのこの子。よし、ね、こっちにするか。何発？めっちゃやっぱんな。これでいきましょう。幼女、違う、こっちだ。あ、これ分かってないのかこいつ。あ、そっち行ったんだね。おい、そっち行くなよ。ベラを羽しびとから守る。これね、ルートを完全に分かってないと無理だわ。これで、待って、リロード。どこだベラ、どこだ。正面かな。いない。待って、んー、どこにいたのこの子。何なのこの子。すいません、ここね、検索して一応ね、攻略を見たんですけども、三田村家の2階にブレーンがね、いるらしいんですね。で、そいつを倒さないと、あー、これまずい。ブレーンを倒さないとダメなんだね。こいつじゃない。ブレーンを倒しに行かないといけないと。なんで今からそのブレーンを倒しに三田村家の2階に入りに行きたいんだけども、見つかりすぎじゃない？あの子どこにいんだ。いや、これまずいな。このね、三田村家の中にいるらしいんですよ。どこだ、この中か。こいつか。キモい。こいつか。これはね、わからんわ。祈祷所の鍵をゲット。これで、その古文書が取れるようになる。このステージのね、えぐいところは、このブレーンの存在に時間制限がある中で気がつかないといけないっていうのがえぐいとこね。で、羽しびとが全員死んだのか。普通のしびとはまだ全然生きてる。待って、誰が見つかった？めっちゃ早いんですけど。あ、ソルか。さて、そしたら祈祷所に向かわないといけない。こっちだね、多分。リロードして、これでね、幼女ベラはいなくなったっぽいんですよ。いなくなったね。あ、ここ墓だった。すいません、間違えた。こっちか。こっちのからの、さらにここですね。あ、おっさんがいる。アルチューがいる。多分中にも結構いるんじゃない？まあ、ただね、武器があるんで怖くないんだよな。強弱だけ息がアーカイブに追加。
さあ、これで条件達成。さあ、これでエピソード9が終わって、次はエピソード10ですね。いよいよ終盤という感じでしょうか。で、今回もアーカイブを見て終わりにしていきましょう。37番目ですね。さっき手に入れたこれですね、ゴージャクダケーキ。ゴージャクの地に報じられし古来の神宝あり、その名をウリエンという。ウリエンは天より降りたまえし神宝なれば、混沌の闇照らす炎を放つなり、よりましの力添えを得た者のみが操りし力なり。ウリエンってのは初代サイレンに出てきた炎を放つね、伝説の武具的なものの片割れですね。で、それを使うためには使う人の命を犠牲にしないといけない。初代サイレンだと宮田先生がね、それを使ってダムに沈んだ死人をね、一掃してましたね。今回もこれウリエン出てくるんですかね。まあそのあたりも期待しながらやっていきましょう。はい、ではまた次のパートでお会いいたしましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしていただけるとすごく嬉しいです。それでは今回はこの辺で。